佐野さんの家にも遊びに行きたいって言って来なくていいっつうんだよ。変なもの持って来られても困るんだよ。そうだよ、リュウちゃん。っていうか、日曜日が一番冷えるって、大阪はな。うん。ライカさんいらっしゃい。俺のこと覚えてる。まあ、俺んとこは、年中来てる人は覚えてるけど、俺んとこさ、ほとんどさ、ほぼ、枠開けたら、毎回来てる人ばっかだ。だから、ノリだな。日曜寒くなるって言ってたよな。今、東北とか、姉さんいる？いるよ。うん。姉さんになってんだ。フラットバードともとも決まった。あざーす。あ、いや、それはわかる。まあ一応ね、その、うん。なんでまさにしてんの？うん。いた美人だよね。うんうん。金茶ありがとう。だいぶよそよそしいな。言ってることがよくわかんないけど。これ先週作られたアカウント。うんうん。まさって先週作られたアカウントやけど。なんで作り直してんの？わかんない。音連発、ともともありがとう、まど、決まった。あざーす。ありがとうございます。あざーす。だってさ、本人だって言ったって、本人かどうかは確証がねえから、忘れてるだろう。いや、だって、し、例えばさ、画面上がってきてさ、画面に上がるっていうか、コラボ枠に上がってきて、会話すりゃ、おーってなるけど、そうじゃねえべ。そんな無理だよ。うん、できたらいいやろ、気持ち悪い。いや、それ気持ち悪いかどうかわかんないけど、昔ガキの頃の知り合いだから。1週間前にツイキャス急に登録して。わかんねえ。今頃？お茶店みんなありがとうございます。おどうす。グラさん俺いつもかけてるよ。デサントいいですね。これデサントじゃねえから。ノスフェ。いや、信用っていうか、だってよ、ネットって何があるかわかんねえじゃん。みんな、サブアカとか使ったりとかしてくるじゃん。ハチさんありがとう。ハーフ決まった。あらーす。ああ、だからその、それもあったみたいだね、今日ね。うん。だからガラオケいるんじゃねえ。ネットなんて知らねえよって、今やってんじゃねえかよ。知らなかったらなんでやってんだっつう話だよ。トラトラ、いつもありがとう。野菜まだです。野菜成人さっき、坊ちゃんとこで投げてくれてたよね。うん。うん、ああ、ありがとう。お疲れさんです。もう今日は結ヶ祭りだね。多分ね。おっと。野菜成人バード、決まった。あざーす。
ありがとうございます。ネットの礼儀なんて知らないからね。まあそれは知らないと思うよ。俺もこれ20年やってるから、うん、もう知らないって言われればそれまでだけどね。いやいや、サブちゃんさ、柄受けがいるかいないかで変わるじゃん。毎日湯豆腐ですよ。湯豆腐はコストパフォーマンスいいよな。うん、そうそう、あのね、身柄引き受け人がいると仮釈放で出れるのよ。ゆいがだけには、あ、俺は今回は優しくしないよ、怖いから。逆に、うん、音、ロンさんありがとう、バード決まった。あざーす。あ、タラチリにしてんだ、ディズ。俺とやり方同じ。うん、銀だら入れんだろ。ああ。かまいたちコンテありがとう。やっぱさ、しばらくさ、仮釈放ってまた、いや、次になんかやったらな。うん。うん。やらなきゃ、その期間まで何もやらなければ、もう刑期終了ってなるわけ。わしもお茶箱投げたんですけど、下痢のり？なんか名前がな、俺好きくねえから。なんか俺のこと小馬鹿にしてんでしょ。うん。あ、レイピアいらっしゃい。うん。なんだその態度、酔ってんのか。酔ってるよ、もちろん。だって大好きだもん。うるさいっつうの。うん。ジョー。あ、ジョーさん、俺の放送初めてかな。カッチョ。やっぱ俺はパイセンじゃないからね。うん。ライカが DM 送ったよ、だって。うん。オレンジ、佐野さん薬物とかそういうのだけ絶対、あ、俺はね、だって俺なんか立川来い、俺は立川できんだから。うん、なんかしんねえけど、ところ払いになってるからさ、もう行かねえし。うん、え、大野、立川戻ったの？ねえ。俺は多分戻れないね。戻れないっていうか、もう家もねえし。俺はこれ立川で商売やってたけども、その店もなくなったから。で、今大阪の南に住んでるし。別段、立川に戻る。うん。あ、スタンプありがとう、ひろしちゃん。たこ焼きいらっしゃい。ゴージャスありがとう。あんまり理由はないよね。なんか立川もだいぶ変わった。お前も散々俺のこと動画で話してるの見たけど、何なんだ。言ったらいけなかったかな。だって有名人じゃん、自分。地元じゃ知らねえやついねえよ。うん。
そうだんべや、当時。あ、俺は大阪弁は映らない。うん。もう住んで12年ぐらいだけど、うん。そうだんべやってよくわかんねえけど、まあそうだろうとか言う時もあるけど、動画を見たからな、言い逃れできない。あ、これ本人じゃねえや。大野はそんな、あの、小さいこと言わねえから。うん。残念ながら偽物ですね。彼はそんなことは絶対言わないから。お疲れ様です。語りだね。うん。20万可能性ありますね。何を言ってんのかわかんねえよ。何の20万だよ。うるせえな。ふざけんなよ、ほんとよ。おじさん、ありがとう、ナムル、決まった。アダース、部長さんのサムネをもらえますか？おじさんに？なんだと思ってんだ？同級生だと思ってるよ。だって喧嘩してないじゃん。ゴッドおじさん、お疲れです。俺はただインターネットでこうやって食ってるだけだから。え、おじさんに部長さんのサムネを？なあなあ、おじさんと LINE とかは、あ、Twitter ができんのか。じゃあ、コッコに LINE で送れば、おじさんに流せるか。おじさん、コッコに俺送るから、どれがいいかな。あ、よろしくな。おい、了解です。アイラブサノ。誰だよ、アイラブサノって。一番気持ち悪いよ、逆にね。うん、よし。おっと。おじさん、ありがとう、バード。決まった。あらー。だ、これでしょ？このサムネでしょ？おじさん。この、俺を見上げてる顔の。多分、これが、これ一じゃねえか。うん。と思うけどね。今配信中だから。あ、ねえねえ、そこのタバコ。ちょうだい。ありがとう。生まれ変わっても福山雅治になりたいよ。今福山じゃねえだろうがよ。意味がわかんねえよ。いいけどね。そんなはずはないさっていう歌があったな。オランダ代表もう負けました。知ってるよ、そんなの。フランス対アルゼンチン、アルゼンチーノだろ。うん。ホープさんとは今、いや、何にもねえよ。連絡もないよ。ホープさんは最近ふわっちで、噂によると、釣り配信、うん、海釣りかなんかの配信やってんじゃねえの。ああ、
ルーレットの賞金を受け取らないと事態になるから、アリスさんその意味が分かんない。俺イベントをやらない人だから。うん、スリーナインおざす。佐野さんやっぱそ、何がよ、全然すごくねえよ。鳥ちゃんおざす。え、これ本物鳥さんかな。一個しか星ついてねえから偽物だんべよ。最終まで残ってるよ。うなちゃん賞金出てるんだよ。俺に？え、俺だってイベント登録してないよ、多分。全く興味ねえから。うん。だってやり方わかんねえ。買ったら20万円ですよ。へえ。20万円。あ、偽物ダンベアって何面ですか？はい。ブロック入れておきます。めんどくさいんだよね。うん。本物じゃねえべや。コメント消すなよ、この野郎。クソがよ。またおめえ NG 祭りかよ。クソがよ。消しやがったな、この野郎。コメントよ。またおめえ NG 祭りかよ。クソがよ。うなちゃんマンが4位のそのイベントにいるの？強制的なイベントなの？まあいいよ、ほっときゃいいよ、なんな。うん。な、気にいらっしゃい。砂漠イベントなの？ピーナッツありがとうす。ビブおざす。何なんだろう、わかる？それイベントって今やってるの。わかる。今人数がなんでこんな上がっていってるか気になって。なんでこんな438とかいってんの？規制解除かなって調べようかと。わかんねえ。天のお茶でもそのイベントに入るの？十茶でも。あ、野田が俺んとこを押してんのか。ゾウリあんまり俺のことなんか押さなくていいよ。ミキさんおどうす。権利なくなるからルール読んどいた方がいいよ。いらねえよ、めんどくせえな。ロエンおはよう、こんばんは。おすすめ解除になってんの俺今。いや違うと思う。ジャックいらっしゃい。ういっす。野田から、野田放送終わったの？わかんないけど俺に窓してないから今。うん、さっきここで坊ちゃんが放送30分だけやって、じゃあ、俺に、あ、解除なった、組合。解除なったってよ、俺。組合が言ってんだから間違いねえんじゃねえの。ミキミ、こんばんは。解除ならもっと来るでしょ。あ、でも一気に、289まで、さっき300いくつだったのは、あ、460いくつだったのは、なってない、なってないな。うん。解除なら、まあ、1000ぐらいは来んじゃねえの？野田がおめでとうって言ってるって。なってんの？はるちゃん、コンテありがとう。なってない。うん。某が検索で出てこないって言ってる。うん、ベスト4。まあ、うん、ベスト4に入ったから2万円もらえるよ。ありがとうございます。そんなの全く俺知らねえからな。なあ、坊な、
俺そういうのやんねえもんな。うん。富士見ババアに勝った。いや、俺戦ってねえから。その金のお茶箱のこれでなんかゲームみたいに戦うになってる。へえー、そうなんだ。分からへん。このルール読んでないか分からへん。あ。お茶箱で勝手にエントリーされる。だからそれは俺は自分から進んではやってないから。うん。俺んとこのリスナーが、いつも頑張ってくれてることだからさ。手続きしてね。2万円もらえるから。富士見ババアって、小手半の、女の配信者で有名人がいるのよ。まあまあ、ね、閲覧が減ろうが増えようがどっちでもいいんだよ。いつもだいたい俺200行くか行かないかだから。うん。そうかね。まあさっきユウヤの話はしたけどね、前半戦でね。だからミキミ、カイドだったらまあ1000は行くと思う。だからカイドじゃないと思うよ。うん。某が俺のをチェックして、まあ、おすすめ載ってないよって言ったから。匿名さん、すみっこありがとう。くぞも、PS もありがとう。佐野大先生、勝ち取りましたよ。魔性、20万円。あ、それ1位になったらだろ。ジャップ、1000円行くわけねえだろ。おすすめ会場になった時に俺1800行ってるから。ズッコーンって。うん。ああ。腹の絡みは動画では上がってんだろ。うん。でも、俺はもうちょっと腹は、ちょっと様子見だよ。だってや、シャブやって、タイマーやってで、あったら、なんか、とばっちり受けそうでよ。俺怖えからよ。うん。うん、なんかな、怖えよ。俺だって前科者だからよ。おめえもやってんだろとか言われて、一緒に引っ張られたくねえもん。うん。だって、まあまあ、これは、薬物やった人間の刑務所に戻る確率って、4人に1人は戻るって。いや、まあ、俺はやらねえけど、うん。だってさ、考えてみ、組合。俺さ、前科10班なのに一回も尿検取られたことねえから。サナーやらねえよな、って。うん。あ、俺嫌いだから、つって。あ、そう、エッチ。まあまあ、おすすめ乗るか乗らねえかなんて、基本的には俺考えてねえから。しゃあねえよなって。だって、ちょっと考えてみ。俺のおすすめ乗せるかどうかなんて運営が考えるわけねえじゃん。ラディットありがとう。太陽いらっしゃい。いや、やつはプロだからね。あ、だからあっちはね。うん。